香川県大会決勝戦、英明高校対高松商業高校の試合。岩部君に代わりまして安西君、バッターは安西君。高松商業高校選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー大室君に代わりまして柳川君。8番ピッチャー柳川君。
高松商業高校選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー柳川君に代わりまして宮武君、8番ピッチャー宮武君。4番ライト須田君、5番センター相澤君、1番レフト石原君、試合終了でございます。ご覧のように13対3で英明高校が勝ち優勝いたしました。優勝いたしました。この後、引き続き閉会式を行いますので、今しばらくお待ちくださいませ。